はい、こんにちは、流星です。ちょっとね、晩ご飯、腹減ったんで、マルゲンラーメンっていうね、美味しいラーメン屋さんに、ちょっと行ってきたいと思います。ゴールデンウィーク中でね、私は仕事をしてました。本当に腹減ってね、ちょっと腹ごしらえ、スタミナをつけなきゃいけないんでね、がっつり食べたいと思います。1058円ですね。ゴールデンウィーク中では仕事をやってましたね。疲れました、本当に。みんな10連休で遊んでる人たちもいると思いますけどね、まあ本当に疲れました。とりあえずスタミナをつけました、これでね。美味しかったです。柚子胡椒の薬味が効いててね、まあ醤油ラーメンですね。まあ肉がたっぷり入ってるんでね、ボリュームもあって、チャーハンもね、鉄板で卵とね、チャーハンとね、鉄板焼きで、混ぜて食べるやつで、本当に美味しかったです。まあもう一杯おかわりしてもいいぐらいの感じでしたけどね。まあ結構だけど美味しかったですね。はい。